はい、撮り直し撮り直し霊視研究家、ね、無意休止ですね、最近は。で、りゅうちゃん&カッチャンネルで来たいと思います。よろしくお願いします。全然何も、本当に何もないです。本当に感じるんか、ここ。全く感じてはないです。もう薄いやつはパス。寒いぐらい。寒いな。夜やだな。夜寒いっすよ。夜来るの？夜気持ちいい。嘘。なかなか、うん、よし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 、うん、めっちゃ綺麗やと思う。綺麗なトンネルやな。夜になるとどうなるかだわな。そうですね。まあ昼間はな、いろんなもんが見えるからな、俺も。かといっていないわけではないけど、普通のトンネルといえば普通のトンネル。本坂トンネルといえば本坂トンネルの方が上だっていう感じかな。うん。夜もこれ電気ついてるのかな。さすがについてるでしょ、夜。夜は寒そうだな、ここ。夜寒そう。いや、トンネルを歩いたの初めて。嘘。何でも初めてやな、大島も。トンネル歩くのなんてなくない。いや、そっちや、俺。こっからはね、普通は多分もう、こっから多分飛んでらなかったと思うんですが、これ多分、雨かなんかで、つけられたと思うけど、雪よけなのか。生ぬるいな、この辺。この辺も、さっきより寒気がない。なあ。こんな感じか。こんな感じか、トンネルって。いいだろう、トンネルって。なあ。トンネル最高。トンネルマニアだとしては。トンネルマニア。勝手にマニアになってるで、俺。まあ、夜化けるかもしんねえ。なあ、夜は化けてくれるとありがたいな。うん。お島みたいに化けるかもしんねえ。そやな。はい、ここで、一応、到着しました。着きました。こっちが、さて、これで、とりあえずは、表向き。いい出来ですよ、福井は。ほらほら。桜が散ってる。さあ、今から戻っていきましょうか。はい、戻りましょうか。はい、戻ります。じゃあ、レッツゴー。面白い。昼間も、昼間がな、思いっきり化けないっていうのがな、ここ。普通だったらな、もうちょっときついのが出てもいいんだけど。お島の時どうでした？昼間。強いね、今。結構バチバチに来るんだけどな、ここは それほどめちゃくちゃ何っていうこともなく、うん、何も感じないでしょ。はい、何も感じない。いうことだよ。またゼロの人間に戻ってまったら。緊張しとるでだ。ああ、緊張しちゃう。慣れないですもん、だって。嘘。こんな映ってるなんて。カメラを今度カメラ写真撮ってもらうのかね。写真バッチバチ。うん、バッチバチ。やってみたいなと思う。だろう。はい。面白いぞ。自分で撮って映ってほしいな。自分を撮って自分が映る。何かしら何か映ってほしいな。いいよね、それ。さあ、今から100メートル先までが。
5メートルであそこまでは。降水がすごいな。みんなつけすぎ。ああ、でもすごいな。ちゃんとこの前ここへ拾ってくれてる。嬉しいな。ではね、まあ、強いて言えば、まあ、オールといえばオールです。うん、昼間でもいるなーっていう感じはバチバチと伝わってきています。今、昼間いるのは男と女両方です。今、はっきり見えたのは女だけだけどね。それはもうほぼシカト。シカトしといた方がいいでしょう。気になりません。そっか。気になる。なの？めっちゃ気になりますけど。気になる？はい。気になります、ね。これあれもあれあれだよ。あのピンボケがポワーっとしてくれ、はい。うん、いないことはないよ。やっぱそういうの。これ本来だったら顔認証するんだけど全く今日は反応してないし、夜になるとこれが顔認証が出たりするんだ。うん、なもうちょっといいやつ欲しいんだけど、今そんな贅沢言えるような。いいな、夜はここに寝ようかな、涼しいで。夜ここに、ま、ここら辺に車止めて。そうそう、暗いし。夜ここ寝よう、俺、今日。なんで？それの動画も。この辺コンビニなかったでさ。ビビってまった、俺。うん。娯楽ないのか、ここは、っていう。あと、電波も通ってなかったです。いや、それはもう、普通、山の中は。え、でも家ポツポツあったから。あいつら、あの人たちは、あれで。Wi-Fi やで。光ファイバーは通ってるで。あ、だから、この辺で遭難した人たちはもうかわいそうなんや。いやいや。寿司な。いや、やっぱこっち、ここで寝よう、今日。こっちから寿司。ここで、一杯飲んで寝る。一人キャンプ。一人社長。社長、最高やぞ。したことないですもん、社長。はい、とりあえず、下見。僕らの下見、今、10時ぐらい、下見が終わりました。これで今度は夜来てみます。また。はい。はい、では皆さん、さようなら。さようなら。さようなら。あざっす。